昨日ですね、動画にもちょっと映ってたんですけれど、もう YouTuber ご用達のこのマンフロットのミニ三脚、これがね、1台目がぶっ壊れちゃったんで、新しいのまたちょっと手に入れました。で、まあ、こんなの2000円ぐらいで買えるやつなんですけれど、もうね、2年ぐらいは持ったのかな、2年ぐらい。だけど2年ぐらいで、ここがゆるゆるになっちゃったの。ここをボタンを押すと、この運台が、自由運台がこれくねくねするじゃないですか。で今はね、もうすごい硬い、新品なんで。だから親指でギューってやったとこれもう全く動かない。なのでミラーレスカメラとかね、こういう重たい一眼レフカメラとか上に乗っけても全然首がこうペロンってこうしてこないような感じなんですけれど、もう最近までその使ってた1台目はね、ここがゆるゆるになっちゃった。まあ、2年経つとだからゆるゆるになるってことなんですね、これね。であと下にねゴムがこれついてんだけれど、このゴムこれもねなくなっちゃった、飛んでって。なのでどっかに置いてもね、固定されないんですよ。スベ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 こうやって動いちゃってて、なのでやっぱり久しぶりにこのゴムがついてると、それだけでもね結構扱いやすいんだなみたいなね、改めてこいつの便利さをちょっとこう体感してるところです。はい、マンフロットの棒を傾けた状態で最後これチェック、これが多分なんかやっぱり一番ガチッとして、しかも手ブレがブラブラしてない気がする。これはい、次左手、はい、これでどうかと、これで確認終わり。登場です。あ、上場こちらでもいいです。試しましょう。じゃじゃん、こう斉藤さんニューカメラ。ニューですか。いつニュー。マジですか。うん。ソニーにしたんですか。ソニー。いつ。前もそうでしたっけ。うん。前は一眼レフはキヤノンで。キヤノン。液晶がパタンとしたことしたのかな。おお。だから映ってるのかわかんないですよ。おお。そうか。こうやって白い。はい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 。さよなら。ありがとうございました。どうも。ありがとうございました。今のねランチミーティングは、ジャパン建材さんっていう会社さん、この前ビッグサイトでセミナー講演会させてもらった会社さんですけれど、で年間でね、まあ、毎月いろんな日本場所行ってですね、工務店さん向けの、まあ、セミナーを勉強会でやっていきましょうみたいな、まあ、そんな打ち合わせをね今してました。超長め。